お元気ですか？ペルシアンです。今晩の夕飯はね、カレーでございますね。こちらね、上に目玉焼きを乗っけまして、中にはね、鶏もも肉とネギを添えたね、ちょっと和風仕立てのね、カレーでございます。これね、和風だしだから昆布とカツオだしを合わせた和風カレーでございます。何度同じことを言ってたかね。はい。で、お酒はね、焼酎のね、スプライト割りで、今回はね、まあそんなにね、ガツガツしたものをね、食べたくないので、こういった和風カレーでね、まあゆっくりとね、明日のライブに備えてね、頑張りたいと思っております。で、皆様ね、今日もね、夜ライブをやりました。本当に来ていただいた皆様、本当にありがとうございます。で、そろそろね、4000時間もね、達成、もうほぼね、達成したと思います。まあ、もしものためにですね、明日ね、朝10時からのライブもね、やりたいと思いますので、ね、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、実はね、2月の13、14も実は考えておりまして、4000時間行ったらツイキャスの方にね、回したいと思いますし、もし回す、仮にですね、行ってなかったら、また YouTube ライブとしてね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まだね、ツイキャスもね、やってる方もいらっしゃいましたので、引き続き、ペルシアチャンネルをよろしくお願いいたします。今日のね、夕飯動画は以上となっております。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter もよろしくお願いいたします。それでは失礼させます。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。